はい、毎度おなじみ天の声です。今回は京都府伏見区にあるラーメン屋たぬき屋さんで限定のねたぬ次郎をゆで前2000のメガ盛りにした名付けてメガたぬ次郎をいただいた時のやーつです。日替わりの限定の中でもね特にレアなたぬ次郎、今回はたぬき屋を愛する方々による集まり、通称たぬ会なるものにお招きいただき、その恩恵に授かることができました。ここのお店チャーシューが非常にたくさん入っていて、しかもめちゃくちゃ美味しいことで有名なんですけど、メガ盛り仕様でもねそれは健在。通常の二郎で、麺増ししたら基本的に増えるのは麺だけなんですけど、たぬ二郎はね肉もしっかり増えていて、もう増したはずの野菜が隠れるぐらいの豚祭り。これはね控えめに言ってヤバタニエンなんですけど、ちなみに一緒に参加したすりばちデカちゃんは土鍋入りたぬ二郎5キロをオーダーされていて、そのご様子は動画概要欄にあるリンク先からご覧いただけます。それでは本編どうぞ。大丈夫ですか、行けます、すごいな、行けますか、暖かい、私野菜少なめでお願いします。野菜少なめで、はい。すいません、じゃあお先にいただきます、はい、どうぞ。いただきます、いただきます。油まだおかわりあるんで言ってください。はい、ありがとうございます。まあ、油コップで出すんで、コップでお願いします。早っはい、ってことで正面アングルにカメラを配置してたぬ次郎食べていくんですけども、このアングルにしたら肉の厚がすごすぎて麺の方が全く見えないっていう。肉でかすぎますよねこれ。ラーメンなのに絵面がすでに茶色いんですけど、とにかく改めていただきますと、てかね僕のところにも来ましたね油のコップ。まさか本当に来るとは思わなかったんですけど、めちゃくちゃ美味しそうですねこれ。とりあえずね別アングルから、かけてるシーン撮影したんですけども、ただの犯罪ですねこれ、飯テロ犯罪動画。開幕早々勢いよく麺をすすっております。先ほどかけた油が潤滑油となって太麺なのにそうめんのようにねつるっつる入っていくんですよ。そしてね口の中で広がる豚の優しい甘みが麺との相乗効果をなしてバケモンうまいと、あまりの美味しさに呼吸する時間がもったいなく感じるぐらいですもん。今だけ皮膚呼吸になって食べることに専念したいっす、うん。そしてここですり鉢デカちゃんから送られてきた資格、野菜追加です。しかも大量の油もしれっと入ってましたね。上から見ると野菜なのにほぼ油しか見えないっていう、ここの油めちゃくちゃ美味しいんでありがたいことこの上ないんですけど、てかいざ上に乗せてみると来た時より見た感じ多くなってるんですよ。あの野菜普通のラーメンに入れる器に入ってたんで、普通にあれだけで 400g ぐらいありそうです。しかしこの野菜僕の大好きなクタ寄りで、クタクタ寄りってことです。しかも結構キャベツ比率高いんですよ。一般的にもやしよりキャベツの方が原価高いんで、キャベツ比率が高いとね、おおってなるって、一般的にはね言われてるんですけど、ジロリアンの中ではここまでねキャベツがたくさん入ってる野菜は初めてですね。しかも1枚1枚がでかくて、クタクタキャベツの甘みと犯罪油の組み合わせが糸やばしと、もやしとかキャベツ自体はそこら辺で買って家でも食べられるんですけど、やっぱこの油とか
まあ、スープがあってこその野菜なんで、まあ、こいつらがいるねすり鉢同居してるってだけで、もう家ではね決して再現できない、まあ、プライスレスな価値がそこにはありますよね。おう、まあ、そしてこの辺で豚をちょいちょいかじっていくと、まあ、タヌキ屋さんを語る上で欠かせないのがこの豚ですね。まあ、もうご覧いただいたら分かるんですけど、まあ、めちゃくちゃ美味しいんですよね。なんかもう光ってますもんね、脂身が。神々しさすらね感じてしまう、そのレベルなんですけども、たぬき屋さんの豚、その味もさることながら量もねかなり多いのが特徴なんですよね。まあ、僕が食べてるやつはさすがに多すぎるんですけど、まあ、2キロオーバーって言ってはったんで、まあ、ただね普通のメニューでも、まあ、こちら僕がね後日お伺いした時に食べたこのね熟成豚骨ラーメンでもね、まあ、ご覧の通り大量の豚ちゃんがね所狭しと乗ってるんですよ。今からおしくらまんじゅうでも始めるのか、そのぐらいの勢いなんですけど、ちなみにねこれ豚増ししてないですからね、まあ、デフォルトでこの量、もはやね麺よりも上の豚の方が多いんちゃうかって思うぐらいなんですけど、しかもね一枚一枚がめちゃくちゃ分厚いんですよ。まあ、普通豚一枚って言ったら、まあ、画像のようなイメージなんですけど、まあ、ここの豚一枚ねもはや角煮ですからね。これ形がね立方体に近い、縦かける横かける高さがね全部同じ大きさなんですよ。うん、このお店の一番の定番メニューがまぜそばなんですけど、まあ、こちらもう麺がね見えてないですからね。パッと見やと居酒屋とかで頼んだおつまみチャーシューかなって思うぐらい、これがね全メニューに特に断りもなくね載ってるっていうのが、まあ、たぬき屋さんのね大きな魅力ですね。これね下手な他のチャーシューてんこ盛りラーメンかっこどやとかより全然ね豚載ってますから。たぬき屋さん麺もめちゃくちゃ美味しくて、見た目もねめちゃくちゃ映えるのに、食べログとかで検索した時に豚がでかすぎて、ラーメンの外観図を撮ってくださった写真とかだと全くその麺が見えないっていう、遠目で見るとどのメニューも全部豚がでかすぎてもうおつまみチャーシューにしか見えないんですよ。かろうじて汁のありなしがわかるぐらいで、まあね非常に贅沢な悩みなんですけど、豚がでかすぎるのも考えものですね。うん、これだけねあらゆるメニューに大量の豚使ってはるんで、やっぱめちゃくちゃ1日に豚出るらしくて、調理場のところにねめちゃくちゃでかい鍋で大量の豚が煮込まれてましたね。その鍋でグツグツと、まあ、数日かけてじっくり煮込んで味付けするそうなんですけど、あんなでかい鍋ね僕給食の調理場でしか見たことないですよ。サイズ感で言ったら怪しい魔女とかが変な薬作るときとかに使う壺ぐらいの大きさですから。ただそこで作られてる大量の豚でも僕がお伺いした数分後には豚増しが品切れになってましたから、改めてねたぬき屋さん自身の人気、まあ、そしてその中でもね特に豚の人気、まあ、改めて感じましたね。もうそしてその豚が大量に使われたこのラーメン幸せすぎますよ。大将さんの愛情盛り、本当に感謝してもしきれないぐらいなんですけど、この豚がね実際とんでもない量だったっていうのは後日発覚いたしました。後日お礼も兼ねてお伺いした時に、この前はねめちゃくちゃ豚美味しかったですって、あんなに入れていただいて本当に恐縮ですって、まあ、1キロぐらいは入ってたんじゃないですかって、まあ、言ったんですよね。まあ、1キロはさすがに言い過ぎたかなって、まあ、その時は思ってたんですけど、まあ、そしたらね大将さんが正直とにかくたくさんっていう感じで、まあ、量とかは実際意識しなかったけど、まあ、感覚的には2から3ぐらい入ってたかなって言ってはってね、泡吹いて倒れそうになりましたね。いやおかしいと思ったんですよ。僕二郎って大体麺増し2キロがデコで、過去の動画でもねそれで何本か上げてるんですけど、その時はね野菜増し増しで、まあ、6キロちょっとぐらいなんですよ。まあ、ただ、まあ、今回ね野菜標高的には、まあ、野菜増し増しの3分の1ぐらいなのに、まあ、なぜかね、まあ、6.4 キロあったんですよね。まあ、いつもより野菜少ないのになんでこんなに重量多いんやろって、まあ、その時はね麺が茹で前2000よりも多く入ってたか、まあ、それかね重力加速度がいつもより高い日やったんかなって、
思ってたんですけど、愛情盛りはね、麺じゃなくてね、肉の方でしたね。豚一本めくった下から豚一本が出てきた時ぐらいに察するべきでした。だいたい二郎って豚が一番多いメニューでもね、 500g 豚がいくかいかないかぐらいなんですけど、まあ、2kg あったらね、さすがに麺が同じ茹で前 2kg でももはや別物っていう。この圧倒的な豚の愛情盛りをかみしめながら食べてたんですけど、この辺りからね、急速に吸引力をしていきましたね。高鳴る気持ちとは裏腹に体がついていかなかったっていう。このお箸で掴むのも一苦労なぐらいのね、一本豚もまだ推定でね 2.5 本ぐらい残ってました。僕もこの時点で豚 2,3 本食べてた気がするんですけど、気のせいでしたかね。ラーメンのデカ盛りって麺が減らないって言われるんですけど、よくこの時はね、麺が減らないっていうよりも豚が減らない感覚の方が大きかったですね。僕冬のボーナスが出たらもう食べられないっていうぐらいね、無限に豚増ししたいって考えてたんですけど、長年の夢だったんですけど、まさかねこの日叶うとは思いませんでしたね。すいません、美味しかったんですけど、すいません。すごい。間に最後。間に俺らの喋りが入ったから、集中できなかったのは絶対ある。そんなことないです。いつも喋りながら食べてるんで、そこはないんですけど。いや美味しかったな、でも。ってことでまさかのすり鉢を持ち帰り、袋は愛しの業務スーパー、中はこんな感じ。正直このままでも十分食べられそうな気がしてきました。はい、まずこの鮮度の衰えることのない不老不死の麺に、再加熱してフィニックスのように蘇ったスープを入れていきます。そしてここで近所の100円ローソンで購入したもやっしーが入場。真心込めて茹でクタクタにしたやつがねこちらになります。じゃん。この時点ですでに食べられそうなんですけど、これを盛り付けていくと、なかなかいい感じのビジュアルになってきました。そしてそこに突き刺さる大量のね豚チャーシューたち、まあ、さっきね残量 2.5 本って申し上げたんですけど、まあ、これね3本ぐらいありますね。そしてこれね完全にエアーズロックですわ。もう器に対する肉の量が半端ない。これで完成でもいいんですけど、最後にねファミマで買ってきた半熟ゆで卵ちゃんたちを器に移してやるとかわいい。そしてこんな感じで剥いて、まあ、お顔みたいにトッピング、めーかな帽子ですね。一緒にテイクアウトしたこの犯罪級に美味しそうなタヌチャーハンは、まあ、加熱してねお気に入りのリラックマの器に盛り付けてやります。器の色とチャーハンのね色がマッチングしてねいい感じっすね。はい、ってことでタヌジロー延長戦アットホームやっていきたいと思います。まずは頭の帽子から食べていきます。こ
これめちゃくちゃバランス悪いんで、はよ食べないといろいろあかんやつ。そして続いて山盛りくたくたもやしに手をつけていきます。残ったスープの一部でね、もやし茹でたんで豚骨の味が染みてめちゃくちゃ美味しいですね。スープの残留背脂も絡んでてね、糸やばしと、うん、続いて片方のお目目である、半熟卵を食べていきます。コンビニに売ってるね、半熟卵とか味玉ってバケモンうまいですよね。作る工程で絶対美味しくなる魔法かなんかかけてるでしょ。そして続いてね、肉のうち一本にも手を出していく。お肉大量にあってね、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、これ大量にあるイコール僕がねお店で食べられなかった量なんで、そう考えるとね、肉が多いことって素直に喜んでいいかどうか諸説ありますよね。そしてもう片方の半熟卵も食べていくと、このカメラアングルなんか進撃の巨人みたいですね。そして家で誰もいないことをいいことにいらん顔芸挟んでいくと、うん、最後の残った花もね逃さず食らっていきます。さあ麺行きたいとこなんですけど、肉多すぎてね、麺どころか野菜も半分陥没してるんで、ここは肉一択ですね。もうねこのお肉家で食べられるのほんとね幸せすぎるんですけど、確かにね僕は負けました。フードファイターとしては完膚なきまでにね叩き潰されたんですけど、もうこうやってね家で美味しく食べられてるんで、ある意味ではね勝者かもしれない。うん、そしてお肉を食べて空いた隙をついてすかさずね野菜タワー攻略。この野菜もねぶっちゃけ気合い入れて買いすぎましたね。 200g1 袋あって8袋買ったんで 1.6kg、 茹でたらね傘減るんで実質 1kg ぐらいだと思うんですけど、なんかね初めての家動画でワクワクしすぎて多分ね適量の倍ぐらい買ってしまったおじさん。おかげでね全然麺にたどり着かないんで、動画編集殿下の宝刀である、早送りおじさんしていきます。でも結果的にこのもやしめちゃくちゃ美味しかったんで、良かったおじさんかもしれないですね。うん、ここでねもやしあらかた食べ終わったんですけど、肉がねまだ 1.5 本ぐらいあります。麺を堪能する前にね豚チャーシューとのひとときをね大切にしていきます。いやこのねお持ち帰り豚とかいう犯罪食材、よく二郎系のお店で売ってるのは生まれる前から知ってたんですけども、いやもうこれ家でご飯で炊いたりしてもいいですし、違う味付けで切り分けて食べたりしてもいいですし、どの食材には化けれません。もう金の卵ですよこれ。ドラフトにいたらねこんな1位確定ですわ。うん、はい、ようやく麺にたどり着いたんで、まずは二郎ラーメンといえばね天地返し。てかね一生懸命下手くそな天地返し披露してますけど、これね麺だけ残ってる状態でやっても全く意味ないですよね。麺普通にほぐしてるだけやんっていう。うん、そしてここでもお気に入りのねリラックマ鶏皿を手にラーメンをひたすら無心にすすっていきます。いやなんかね家で一人でラーメン吸ってたらなんかね脳みそが考えることをやめて無心になるんですよね。例え正しいかわかんないんですけど、一人でね登下校してる時みたいなあんな感じですね。登下校してる時のって心のスイッチみたいなのがオフになってて、気づいたら学校、気づいたら家って感じじゃないですか。これも同じで、気づいたらねもう麺なくなってるんですよ。心の中では、静かに、うまいうまいって連呼してるんですけど、旗から見たら黙々とねラーメンすすってるんですよね。なんでこれねカメラで撮ってもただのね休日に家でラーメンすすってるおじさんになってるんで、動画編集の時にねこいつどうしようかって思いましたね。僕が少なくともね知ってる家で撮る大食い動画って、すごい笑顔とか食レポとかしてるんですけど、僕のなんか家でズルズルすすってるだけで無言でねどこ見てるかもわからないし、
あ、ワンチャンこれ動画として成立するか怪しくないかって思いながらね編集してます。うん、なんか家で動画撮るときはライブ放送かなんかにして喋るきっかけを作って、で後で動画としてはね、動画で出すときはそのアーカイブを編集するとかにした方がいいかもしれないですね。じゃないとね、このおじさん永遠に喋らんと無言で飯食ってるだけの動画になってしまいそうです。最後は残ったスープもね完食完飲してドヤ顔すると、今日一のうざい顔ですね。そしてここでようやくねタヌチャーハン登場。ラーメンすすってる時ね、後ろから早く食えやって目でこのリラックマのお椀が見てたような気がしたのは僕だけでしょうか。実はこのタヌチャーハン麺類にね負けず劣らずの人気メニューで、その特徴がねこちらなんですよ。この豚、動画でも見えてるサイズのね特大角煮豚がゴロッゴロ入ってるんですよね。これね下にも大量に埋まってますからね、埋蔵豚ご飯やと思ってた部分が実は全部角煮やったってこともね普通に起こり得るのがこのタヌチャーハンの恐ろしいところ。そしてその大量の豚にねおしくらまんじゅうされて、まあ、炒められた米も、まあ、豚のね美味しいとこ美味しいとこ全部吸収して、まあ、最高のね味に仕上がっております。だからこのタヌチャーハン、まあ、テイクアウトやら、まあ、セットやらでね、とにかくタヌキ屋さんで何らかの形で注文されることが多いですね。これ量めちゃくちゃ入ってるんで本当頼み時ですよ。一説によるとまあ、セットのタヌチャーハン大頼んだらめちゃくちゃでかいの出てきて、まあ、撃沈してねお持ち帰りされたお客さんもね多いらしいです。それではねタヌチャーハンも完食して、まあ、この動画はねお開きとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。